日本の次期戦闘機開発が純国産を断念し共同開発へと変更を余儀なくされた経緯を詳しく見ていきますね。 XF9 エンジンをしのぐ開発も動き出す。 AI ドローン開発も動き出しています。高性能なステルス戦闘機があれば鬼に金棒です。2022年末に日本はイギリス、イタリアとの3カ国による次世代戦闘機の共同開発を推進することを正式に発表し、それは GCAP グローバルコンバットエアプログラムと称することが関係国の共同声明として出された。すでにこの路線は2022年の中頃までには大手のマスメディア等でも取り上げられる状態であったため、そこまで驚きを伴う性質のものではなかったとはいえ、日本の防衛産業各社も新たな道を歩み出したことは間違いない。太平洋戦争を敗戦によって終えた日本は、その後の戦闘機の調達についてはアメリカ製のもの輸入もしくはライセンス生産するか、アメリカの軍需航空企業との共同開発を行うという形を基本に据えていたからだ。2023年時点で航空自衛隊が保有、運用している戦闘機は F-15J イーグル、F-2、F-3 ゴライトニング2A 型の3機種で、 F-3 ゴライトニング2に関しては今後垂直着陸、短距離離陸が可能な B 型も調達されていく予定だ。これらの戦闘機を見ても F-15J イーグルが大半をライセンス生産、F-2 はアメリカとの共同開発、F-3 ゴライトニング2A 型が輸入、および日本国内での最終組み立て、B 型が輸入となっているが、対象は、すべてアメリアが相手となっている。ことに、近年は、アメリカの中でも、現、ロッキード・マーチン社との関係が深く、F-2 の共同開発を行った後、F-3 ゴライトニング2の輸入や、日本国内での組み立てなどでも同社との結びつきが強かったことは当然ながら明白である。ロッキード・マーチン社はアメリカ空軍において世界初の量産型のいわゆる第5世代戦闘機 F-2 にラプターの採用を勝ち得たことで存在感を増し、続く F-3 ゴライトニング2の成功で広く西側諸国の多数の国々に販路を広げて、その地位を確固たるものとしている。ロッキード・マーチン社の場合、F-2 にラプターは、星空戦闘能力としては傑出した機体とはなったものの、旧ソ連の崩壊に伴う軍縮の時期に登場したこともあり、総生産数は200機弱と商業的に成功したとは言い難いものだった。しかし、F-3 ゴライトニングには、今も採用国が増加し続けていることから、同機は、おそらくこのまま推移すれば、5000機を超過する生産数となる可能性もあり、第4世代機のベストセラー、F-16 ファイティングファルコンに迫る勢いが感じられる。ここまで、第5世代戦闘機たる F-3 ゴライトニング2が、商業的にも成功した要因は、優れた機体そのもののステルス性に加え、友軍補加戦力との情報共有、そして極めて強力なレーダーセンサ類による優位性が挙げられるだろう。日本を含め F-3 ゴライトニング2の採用を決定した多く、西側諸国が第4世代機に限定的なステルス性能を付与し、近代化を施したいわゆる第 4.5 世代機との比較を実施した上で、前者の圧倒的な優位性を認めている現状がある。こうした F-3 ゴライトニング2による圧倒的な実績から、日本の次世代戦闘機開発の協業先も、かつてはロッキード・マーチン社一択しか選択肢はないと目されていたわけだが、そこに着地しなかったことは興味深い。これには様々な憶測が囁かれているが、耳にして信憑性が高そうだと個人的に感じるものとしては、
日本の次期戦闘機開発とロッキード・マーチン社が置かれた立場、その開発時期と機体に求められる内容に乖離が大きかったという説だ。日本の次期戦闘機の場合、現行の F2 を2035年前後から退役させる計画であるため、その時期に実戦配備を始める必要があり、また、機体も同機が担っている追艦攻撃を引き継ぐ有人戦闘機を中心とする印象が強い。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムも、そのプロジェクト名称が示す通り、戦闘機単体の開発のみを目指すものではないとはいえ、まずは、各国の有人戦戦闘機の代替機を、共通のプラットフォームとする前提がある。ロッキード・マーチン社、引いては、アメリカの視点から見た場合、GCAP、グローバル・コンバット・エア・プログラムで想定されている、有人戦闘機の、コンセプトと能力とは、いわゆる第5世代戦闘機の範疇だと判断されているとも言われている。ここ最近になって、アメリカ空軍でも、NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスの本格的な指導に着手しそうだと報じられ始めたが、この概要が明かされるまで、アメリカが考えている次世代戦闘機が、いかなるものかは判断できない。しかし、一部では、有人戦闘機と無人航空機との連携運用を最も重視しているのではないかと揉めされており、有人戦闘機が単体で行動を行うような運用は想定しておらず、無人航空機の機能がポイントになると見る向きも多い。ロッキード・マーチン社は、GCAP、グローバル・コンバット・エア・プログラムにおいても、有人戦闘機の分野については関与しない方向だが、やはりそれらに随伴する無人航空機の開発には関わることが報じられている。ただ、アメリカ空軍の NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスについても、これまでは、インド、太平洋方面向けの大型機と、ヨーロッパ方面向けの、若干小型な機体の2機種の同時開発の可能性も示唆されてきた。しかし、ここに来て、そうした2機種の開発を否定するコメントもアメリカ空軍側から見られるようになっており、そうなると台は賞を兼ねるという理屈で、インド、太平洋方面向けの比較的に大型な機体のみが開発されるのかもしれない。さて、日本の GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの件に話を戻せば、そこで開発される機体をF2 の代替機として、現行の F15J イーグルと F35 ライトニング2の大きく3機種での運用を続けていく方向である。防衛省、自衛隊のホームページ上では、現行の F15J イーグルのうち、近代化改修を68機に施し、F35 ライトニング2を A、B 合計で147機調達するとあるが、次期戦闘機に関しては、数量についての言及はされていない。現行の F2 の場合、およそ90機が運用されているため、同数で代替することが基本にあるとは思われるが、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの開発コストが想定よりかさめば、その線も薄くなる可能性もある。現、ロッキード・マーチン社と共同開発を行った F2 の場合、当初の計画では、1機あたり約80億円で141機を調達する予定であったが、最終的には、これが1機あたり約110億円まで高騰。そのため、調達数も94機にまで削減されている。今年2023年度分から、日本の防衛予算は、これまでにない増額へと舵を切ったとはいえ、やはり想定以上に初期費用が増せば、F2 の時と同様の経過をたどることも想定され、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムのコスト管理が大きく問われるだろう。GCAP、
グローバルコンバットエアプログラムが確定する以前には、実証実験機の新進のテストや、IHI 社製の機関部の試作機、XF9 等の納入もあり、純国産による戦闘機開発という悲願を叶えるべきという論調も多かった。かつての冷戦時代であれば、正直日本が参戦する戦闘が起こる可能性はかなり低かったと思えたが、今や2000年代以降、中国の軍事力の増強は、質、量ともに旧ソ連以上の脅威をもたらしていることは明白になりつつある。そうした状況下で、あくまで個人的な意見としてだが、純国産戦闘機の開発に固執するという考え方は非常に不合理であり、今の日本の軍需産業の水準やキャパシティを考えれば、いずれにせよ、共同開発しか方策はなかったように思える。